箱から出してきゅうりを今これ洗って洗いながらこれ樽に並べてつけていってます。なんかでけえのきゅうりが、こんなでけえの、でもこれしか手に入んなかったからこれでやります。とりあえず一番大きい樽に満パン、これが一日経つとすごい水が出てすっごい下がるのね。でこれが仮付けです。とりあえずこれから重し乗せて仮付けにします。今年の古漬けです。古漬け付け終わりました。重しなんだけど、これが一番小で中で漬けてある樽で、使ってない時はその一番でっかいのの次にこの中くらい入れて、で一番上のちっちゃいの入れて一個にまとまるので、重しはお水なの。お水で重しにしてて、そしたら使ってない時に樽しまうのに楽じゃん。それ私が考え出した技なんだけども、これは重しの結構古漬けって塩の量と重しが関係してくるんだけど、一番ちょうどいいやつにたどり着いたんだよってことです。今年の古漬け作業、とりあえずこれ仮漬けで、もう明日になったらすごい水が上がってくるから、そこからまたいろいろちょっと発酵させるまでつけて一回洗って本漬けに入ります。以上です。